井上が命をかけて仕事をすればするほど、そして財政を削れば削るほどデフレ不況はひどくなる。たった2年で物価が2割も下がり、国民所得も2割下がった。大学を出た若者たちも就職に困りましたが、特に苦しかったのは農村の人々。子供たちは働かないから飯を食うなと言われ、女は女郎屋に売り飛ばされ、若い男は兵隊となってゆく。肝心の金本位制はどうなったのか。円高によって輸出が減り、輸入が増えて、金がどん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 と外国へと流出。井上はそれを止めようとするどころか、金本位制を守るんだ。どん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 外国に金を送れ、どんどんと送れと命じるばかり。その陰で為替の投機で儲けていたのが三井をはじめとする財閥だったのです。これを見て高橋是清を歯がゆさを抑えられない。あの井上君がなんというざまな、財界をいじめつけるどころか相場の悪どもにやりたい放題にされているではないか。時は1931年12月の11日、内閣は総辞職に追い込まれる。翌日、犬飼剛という男に組閣の対名が下った。犬飼も総理を引き受けると、その足で高橋是清の屋敷を訪ねた。高橋さん、突然にお邪魔した理由は他でもない、もう大変に高齢で病気から退院したばかりというのに大変に申し上げにくいのですが、あ、いやいや、犬飼さんわかってますよ。この混乱の状況です。隊長が持つ間だけでもいいのなら、大蔵大臣の職、この是清が引き受けましょう。こうして生涯5度目となる大蔵大臣を引き受けることと相なった。次の日には日銀副総裁の深井英吾という男がやってくる。高橋さん、これはね、急を要するお話なんです。井上さんがあまりにも頑固だったせいで、とんでもない状況なのです。今こうしてる間にも金がどん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 と流出しています。すぐに金本位制から離脱し、一刻も早く金輸出を禁止しましょう。それから国内での打艦も禁止する緊急勅令の準備を進めましょう。そうか、わかった。直ちに政策転換をしましょう。金輸出の再禁止はもちろん即刻実施する。しかし君もわかっているはずだが、わしは金本位制そのものに反対なわけではない。打艦の禁止までやるべきなのか。何を悠長なことを。これは急を要するのですよ。大臣、急いでご決断を。いやー、しかしな、それでは円の価値をどうやって守れるというのじゃ。軽々しく言うもんではないぞ。ああ、そうか。ああ、それではこれはどうじゃ。円売りの投機をやめさせ、同時に通貨の信用と安定を守るためだ。ひとまず打艦は大蔵省の認可制とする。どうじゃ。なるほど。高橋さんが許可をするということは、許可の手続きをむちゃくちゃめんどくさいものにするのじゃ。陶器屋たちは金縛りに遭うぞ。明暗じゃろう。高橋是清はすぐに動いた。12月は議会が休みだったが、たった3日で枢密院の了解を取り付ける。そして12月の17日、天皇陛下の名において緊急勅令が交付された。これによって円が切り下げられ、間もなく日本製品の輸出競争力が回復。そして日本政府は金本位制の首引きから解放されて、大胆な財政政策を実施できることと相なりました。間髪を入れずに高橋是清は、農村を救う事業など、公共事業を大幅に増やす政策を打ち出した。あの高橋さん、公共事業とおっしゃいますが、その資金は一体どうなさるのですか？という記者の質問に、
ああ、もちろん国債で賄います。その国債は日本銀行に直接引き受けさせるのです。確かにインフレーションの可能性はあります。しかし、このわしの目でしっかりとそうならないように見張っておく所存です。これこそが今日まで語り継がれる高橋財政の始まりでありますが、さあ、一体これからどうなるのか、それはまた次回の講釈で。